はい、えー、皆さんこんにちは。こんにちは。R.M.C.A. 保険リスクマネジ研究会の松本です。よろしくお願いいたします。えー、同じご時でございます。よろしくお願いします、えー。今回ですね、プロが教えるリスクと保険ということで、まああの週のテーマを取り上げたいなというふうに思います。まああの週のテーマとして選ばしていただくのはですね、二千二十三年度の、えー、生命保険会社各社の、えー、と決算がまとまりましてですね。で、まああのえっ、ー、と実は私個人的にあの生命保会社のですね新契約保険料 まあ年間保険のいわゆる ANP という業界で言ってるんですけれども、各保険会社がどれだけ営業成績を上げたかっていう、この指標がですねめちゃくちゃ面白くてですね個人的にずっとあのえ集計をして、SNS にアップをしているんですが、その表をですね見ながらちょっと雑談をしたいなと思いますよろしくお願いします <laughs> 毎年やってますもんね、さんそうあのだからこれ、一応ね、半期と,えと決算なんで、年2回やってるんですよ <laughs>。 で,すんで,で、これを作りながら酒を飲んでるっていうやつです、ね、そう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 ,そう <laughs> えと9月末に、えーとまあ、半期が終わって大体リリースが2か月後なんで11月の中旬ぐらいに各社が出てで、まあ、11月末ぐらいに出そろうんですけどででも12月上旬ぐらいに全社、まあ、まとめてで次はあの、えー、3月決算が閉まったら、えー、5月の中旬から下旬ぐらいにかけて各社が出てでそれをまたあの6月にアップするっていう <laughs> それをやってましてですねこれめちゃくちゃ面白いんですよでまあちょっとあのねえっ、ー、とー まあ、一般の方からすると、少し難しいかもしれませんけれども、まあえー、ゆもやま話として聞いていただければと思います、ね、ちょっと画面共有します、ね、でも、まあ、はい、これ見てると、どこの保険会社が売れてるのかっていうのは、分かりますもんね、本当にねそうっ、うん、と先ほど言いました、この新契約 ANP って、ANP の年間3保険料、えーとね、年間の、えー、保険料がいくら払ったかということですね。で例えば 月払いだったら月の保険料を12か月分かけたら年間保険になりますし、年払いだったら1年分の保険料ですし、で一次払いの保険料だったらこれ10分の1をしてで、ね、あの1年あたりにするっていうのがまあ計算ルールとして各社共通であるので、まあ、それでいくと,これ、まあえー、と、ここの数字がいわゆるちょっと今、整、え、理、ー、を変えてましたが、2023年度、うんえー、2023年4月から2024年3月末までの営業成績です。でそれをですね 2018年、19年、20年、21年、22年との対比をさせているのが、この、えっと、対比のパーセンテージですね、こういうパーセンテージです。でそれがその、えー、一番下に生命保険協会加盟48社の合計の数字も出してまして、まあ、それと、えーまあ、こう年度ごと比較していくと、業界全体の比率が平均値が出るんですけども、その平均値を下回ってるところ、要は苦戦しているところがこの青になってるっていう、まあ、こんな感じなんですよね。 でまあ、これで言うと、ですね圧倒的にやっぱり強いね、日本生命さんれん、ね、やっぱり業界ナンバーワンという、確かに、うん、数字がちょっとが桁が違うことはないですけども、まあね倍、倍近いですもんね、これ、実はね、えー、と以前は官報やったんですよ、官報生命さんだったんですけども、も例のあのと、適切募集があって、はい、あの結構自粛した影響があって、ですね軒並みにあのでも、でもそれでも官報さんはだいぶ戻ってきたんですけど。うん いやでもこれ、官房生命の2018年と比較すると、はいはい、確かに3分の1倍ですよね。そうです。だってでもあれですよ、あのあのいあの新型コロナと相まったなんか、10分の1になりましたからね。3500億とか300億ですからね。<laughs> いやー、すごい落ち幅ですよね、確かにそういうの、ね。あのとあは、一斉にあのあ新規募集やめたじゃないですか。うん、ああ<の>、そっか、そういうのありましたもんね。そうそうそうでなおかつあの、えっと、新型コロナになったみたいな感じでなって。うん、そうですね。で、これ、実はですね。 このえー、と先ほども言いました各年度と、各年度業界平均を常に日本生命さん上回ってるんですよね。で、日本生命さんだけじゃなくてです、ね、日清グループ、例えば日清ウェルズさんとか、あとタイジュ生命さんであと、えー、セカンドブランドの7色。7色。7色さん。この辺もですね、要はに日本生命グループってあの、業界平均常に上回ってるっていう、さすがに強いなっていうのが。 そうで,、ね、ですね、下回ってないですね、一回もね。そうなんですよ、そうなんですよ。他で下回ってないとこってないですよね。だからね、全年度下回ってないのって、あと例えばね、これ、第一フロンティアさんもそうなんですね。で、第一フロンティアさんって、あの、生命ホールディングスグループの中の、どちらかというと銀行窓刊であるとか、まあ、あの我々の,その、えっと、プロ代理店向けに、ちょっとその、まあえー、相続対策、贈用対策にちょっといい商品があるので、まあ、そういう意味ではその、 えとちょっと若干プロ向けなところがあって、あの名前はマイナーなんですけども、実績はメジャーっていう、メジャーリーガー級っていう。お<ー>だって、ね、あんまり聞かないですよねグ。グループ会社の第一生命よりもです、ねうん、3倍以上売ってるっていう。<laughs> 本当や <laughs> <laughs> なかなか面白いです、これ。うんと、あとです、ねでも、第一生命ってこん,なこんな少ないんですね。 大生命ね、でもね、あ,のあれなんですよ、大生命さん昔あの、昔、えー、2018年の時はこのえっと804億まであったんですよね。うん、で、そこから大生命さん、やっぱり社内の不祥事があったりとか、あとまあコロナの影響があったりとか、で、中国地方の職員さんが18億、えー、なんか着服というか、作業をしてるみたいな、うん、とこともあったりとかして、やっぱりそのどちらかというと、今も販売を推進するよりも内部管理をしっかりやっていくっていうような感じで。 多分ちょっと営業を二の次にしておられるのかなって感じはしなそうなんですよね。で、あとその、まあ、特徴的なのは、やっぱりこの、えーとまあ、メットライフさん、アクサさん、ソニーさん、第、ま、一、あ、フロンティアさんもそうですけども、このあたりって、まあ、特徴的でいうとその、例えば外貨建てであるとか、変額であるとか、うんまあ、もちろんその、 保証としての、えー、と保険も商品も提,案提供してるんですけども、どちらかというとその、預けて増えるタイプっていう、うん、<か>そういうのが上に来てるんですね。そういうのって、大きなお金を集めやすいので、うんねまあ、例えばその、ね、保証だったり月1万円だけど、まあ、積み立てだったら次、頑張って月5万円払おうかっていう,ような人がいそういう意味ではその、積み立て系の商品扱っているところはやっぱ上位に来やすいなっていう感じですね。うん 積み立ての商品も保証系の商品も、うん、保険料という意味ではもう同じ扱いなんですよね。うん、そうそうだから、この場合はね。月払い、年払い関係なくあの、えっと、年,年間3保険出しますし、一、まあ、時払えれば先ほど言ったように十分の一になりますので。そうなると、確かに投資商品が多いところのほうが上に来ますよね、ね普通に考えたら。やすいで、すすよねそうなんですあとまあ特徴的に面白いなと思うのは、この、えっと、メディケアさん。 あと、ナナイロさん、えー、ネオファーストさん、えー、花咲サクさん、まあ、このあたりって何かっていうと、その大手生命保険会社の、まあ、グループ会社として、まあ、あのよくまあ業界で言うと、セカンドブランドと言いますけども、まあうん、メインの保険会社ではなかなか作れないような商品を作って展開していこうというような感じで、まあ、メディケアさんは住友生命グループですし、えー、ナナイロさんは朝日生命グループですし、であと、ネオファーストさんは第一生命さん、で花咲さんは、えー、日本生命さんという。 この辺の,そのセカンドブランド製法が結構しのぎを削ってて<ー>あの、うん、結構数字伸ばしてるんですよね。7色さんなんかね、すごいですよ。これあの、2021年度は38億っていうのは、これ9月開業なんでえ、じゃあ10月開業か。10月からで半年分しか営業してなかったんですね<ー>で。半年しか営業してなかった38億だったのが、翌年、1年やったら139億で、えっと。去年は174億っていう、すごい伸び方してるんで。<laughs> セカンドブランドの U であるメディケアさんにも追いつきそうなって,てるんで、そう考えると、まあ、このあたりの、えー、保険会社さんって、やっぱりの後から後発の保険会社なんで、うん、商品、結構面白いのを出してて、いいんですよねあやっぱ特徴的な商品が多いってことなんですかね、うん、従来の。で、あとまあ、保険,あまあ保険料も安いっていうのもあって、でまあそのねえー、と消費者の方のっと選ばれやすいっていう。うん で逆に言うと、ソロの、えっとおりを食らっているのが旧、旧の,その、えっとまあ、昔からある製法会社で、第三分野を扱っていた、例えばアフラックであるとか、例えばオリックスであるとか、うん、こういうところはやっぱ苦戦をしてますよね、逆に。言うとあ逆にね、新しい保険会社ができてね、新興、うん、勢力にも取られていってるっていう。うん、こんな感じで、ね、っずっと青いですもんね。そうそう,そう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 。ずっと青でしょ。ずっと青い。オリックスもずっと青いでしょ。<laughs> ずっと青い。 オリックスさんもなかなか苦戦してるなという。で、まあ、あとはね、法人系で言いますと、これ実は2018年っていうのはその、まあえー、生命保険業界はバブルでして、まああの、いわゆる法人保険のバブルだった時代なんですけども、でそれが2019年の2月に、まあ、規制がかかって、まあ、法人向けの生命保険販売を適切にしなさいよっていう、この <laughs> バレンダンショックですね <laughs> そうそう。いわゆるバレンダンショックと呼ばれる、改正があったんですけど、これからですね、 例えば法人に強かった NN さんなんかというのは、当時、えー、1300億売ってたのがですね、昨年157億いうすごいな。確かに <laughs>、ねね。マニュライフさんも、えー、1027億売ってたのがですね、157億とかっていう。もう顕著ですね、でもこれ、一番下見たら思いますけど、はい、2018年うだって、そうですめちゃくにこれは単位がちょっとあれですけども、ね、まあこの単位でいうと、2兆4 0 0あ億円ですね。ええ ただこれ、だからすごい減,ります減ってますもんね、2019年の一番下を見ますと。す単純にこれ、だから、えっとえっと、2兆4兆四千億だったものが1兆5千億になってるっていう、ね、9 0 0億ぐらい飛んでるんですよね、うん、すごいな、減 <laughs> り方が。しかも減った後 <laughs>、はい、もっと戻ってないですもんね、全然、そういう意味では。ここの、ねえっと、年2023年のところにオレンジつけてるのが2018年の日で、えっと、増えてるところ。 2018年度り増えたところをこれオレンジにしてるんですが、それでいうと、メッドライフ、第一さんはこれ、まあ、法人関係ないですけど、えー、とアクサ、ソニー、えーまあ、ニセウイルスも、まあまあ関係ないですね、まあ、メディケアさん、チューリッヒさん、ライフレさん、まさ、あ、ん、この辺はあは個人保険ですけど、結局、先ほど言いました、メッドライフさん、アクサさん、ソニーさんって、個、まあ、人保険もやってましたけど、もう法人だめだって言って、その貯蓄性、運用性の商品に完全に舵を切って、数字を回復させたっていう。 なんか色がついているところって、もう新興勢力か、投資商品を売ってるところか、どっちかですよね、うん、こ,れこうやって見ると。そそううだからその <laughs> えと、日清さんが、ね、唯一惜しいんですよね、2460か2360なんで、もうあと一息なんですよ。あ<ー>うん、で、あ,と,まあ、ねえー、と、明治安田さんもね、えー、1300億か1274億で、ちょっとあの前年は終身の販売が少しあのかけたみたいなんで、まあ、そう考えると、やっぱりその。 えー、製法会社の、えー、商品戦略、販売戦略は大変だなという感じですよね。まあそうですよね。まあ、うん、結果を見ると顕著ですよね。そ,そういうのがね。そうなんですよ。うん、ですので、まああの結構ね、あのあのこの辺の数字って見ていただくと、まあ業界人はもうあのあれですし、業界じゃない人もですね、あ,あ、こんな感じなんだっていうので、ね、まあ,あの保険商品、うん を選ぶのに、一つ参考にしていただいてもいいでしょうし、まあ、こんなこ逆に言うと、これはの主要なメーカーしか出してませんので、生命保険会社、日本にあの48社営業してますので、<laughs> ま,ああのまだまだ他にもあるということで、まあ、こんな感じで、えー、何かの参考にしていただければと思います。はい、はいはいえー、ちなみに、これあの、は、えーえー、X、旧ツイッターの方にですね。あの私のアカウントで画像をアップしてますので、まあ、えー、と えー、奥田雅もしくは、っ、えー、とアットマーク、マサイオクダで検索,検索していただくとですね、この表あの、画像ありますんで、<laughs> えー、よろしければ、あのえー、ともあの好きな方はチェックしてください。はい、ぜひマニアックな方は、はい、<laughs> 酒の魚にしだい。私もあの表を見ながら何倍でも飲みますんで。<laughs> <laughs> はい、では、今回はこれで終了します。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。